今後のクローバー王国にはヤミスケヒロが絶対に必要だということを表しているわけなんですよね。どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということで今回は黒の防御とヤミスケヒロがクローバー王国にとって重要すぎるのではないのかということについてお話をしていきたいなと思います。ここに関してはね、ちょっといろいろと思うところがあって、ヤミスケヒロという人物ですよ、こいつが今後のクローバー王国には絶対的に必要なんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。それがなんでなのかっていうと、ユリウスが目指している国づくりとめちゃめちゃ関係してくるわけなんですよ。この黒の防御という魔法騎士団自体が、このユリウスが目指す国づくりっていうところに重大な意味を持つ立ち位置にあるわけなんですよね。それが何なのかっていうと、ユリウスの国づくりっていうのは身分によって評価されるのではなく、自分自身の実績や力によって評価されるようにするためにいろんな政策をしているわけじゃないですか。それの一つとも言えるのがこの星の制度なわけですよね。ゾラの父親であるザラに出会ったこともあるし、そういうザラのような下民でも国民のために一生懸命戦ってくれる魔法騎士がいる。そしてそういう人たちこそが評価されてほしいというところで、この星の制度っていうのをユリウスは作っていったわけなんですよね。まあ、だからユリウスが魔法帝になる以前はこの星の制度っていうのがなかったことになるわけなんですけど、そしてこのユリウスの目指す国づくりっていうのはアスタが目指している国づくりというのともう思いっきり一緒なわけじゃないですか。それというのがね、パトレに一旦ユリウスが倒された時にアスタが見ている未来とユリウスが見ている未来っていうのがもう重なっているような感じに思いっきり書かれてたわけなんですよね。実際アスタに関しても下民で捨て子っていうところから魔法帝を目指している、そして身分なんか関係ないような国を作りたい、下民であろうと誰であろうと自分が守るべき存在だねっていうふうなことを言っているわけじゃないですか。だからこそこのアスタがね、魔法帝になっていたとすれば、今以上にやはり王族とか貴族、平民、下民っていうここの壁が潰れていくと思うわけなんですよね。まあその辺とかも含めてユリウスとアスタっていうのはこの同じ国づくりを目指しているわけなんですよね。そしてこの黒の防御団とヤミっていう人物ですよ、ここが思いっきりユリウスが目指す国づくりと重なってくるわけなんですよね。この身分に関係ない国づくりをしていきたいわけじゃないですか。で、魔法騎士団を見た時に、魔法騎士団に所属している団員たちですよね、こいつらの身分とかを見てみると結構偏りがあるわけじゃないですか。それこそ金色の駅団に関しては、入団した時に関しては下民だとは言っても、まあ、今はすでにね、王族っていうのが判明しているユノですよ。ユノが入っていた時は下民のあいつが金色みたいな感じに驚かれていたわけなんですけど、もともと金色の駅団っていうのは貴族とか王族とかのそういうエリート集団が入っていくところだったわけなんですよね。実際バンジャースに関しても貴族やし、他の人物ですよ、クラウスとかも貴族で、ミモザに関してはね、王族っていうところではあるわけなんですけど、ちょっとそういう偏りがあるわけじゃないですか。銀翼のオアシダに関しても下民とかはいない感じがしますよね、思いっきり。まあ、もちろん王族であるね、シルバケのダンっていうところで、そういうね、王族とかその王族に従えるような、守っていくような人物、それこそ貴族とかから出てきている。でグレオンの師匠団に関しても同じですよね。やはりバーミリオン家が仕切っているっていうところで王族たちが入っているって感じもしますけど、まあ、ただね、ちょっとこのグレンの師匠団に関しては気になるところとしては、シスターテレジアですよね。まあ、このシスターに関してはね、もともとグレンの目標っていうところでグレンの師匠団に所属していたっていうのもあるので、まあ、貴族とかそういう出なのかっていうところでね、ちょっと気になったりもしますけど、で他のところに関してもね、なんか貴族がいたりとか平民がいたりとかっていうところで、基本的に似たような身分の人たちが多いわけじゃないですか。でもこの黒の防御団っていうのを見た時に、黒の防御団員ですよ、もうめちゃくちゃなわけですよね。いろんなやつがいるわけなんですよ。それこそ王族であるノエルもいるし、そして現在貴族の人物もいるし、下民もいるし、捨て子もいるし、それこそ異邦人だっているわけじゃないですか。で元犯罪者もいるっていうところで、もう中身がぐちゃぐちゃなわけなんですよね。王族であるノエル、貴族であるフィンラルですよね。そして元貴族であるゴーシュだったりとかヘンリー、そして500年前の貴族であるネロですよね。あとは平民であるラックだったりとか、捨て子下民であるアスタですよね。そしてもう団長自体が異邦人である闇ですよ。ナハトに関してが元々ね、貴族なのかどうかってところで気になったりもしてくるところではあるわけなんですけど、この黒の防御団員の構成っていうもの自体が身分に関係ない国づくりっていうところに思いっきり被ってくるわけなんですよね。それとか考えてみると、この黒の防御団っていうものが今後やはり魔法騎士団だったりとかクローバー王国を大きく支えていく団になるっていうことを表している感じがするわけなんですよね。そして魔法騎士団を引っ張っていくトップとなる魔法騎士団が今
今はねやはり金色の焼け団が最強の騎士団というところで、バンジャンスがもう一番上に立ってなんか率いてる感じがするわけじゃないですか。やはりユリウスが一番上に立ってるとは言っても、今の状態ではねユリウスはそういうことはできないので、その代わりにバンジャンスが今トップに立ってなんか仕切っている感じはしているわけじゃないですか。その立ち位置にこの黒の防御団っていうのが来るんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけなんですよね。というのを考えると、やはり闇というこの存在が今後のクローバー王国には必要重要な人物っていうところに繋がってくる感じがするわけなんですよ。まあ、今後ねユリウスが魔法帝を続けるのか、魔法帝がねこのスペード王国との戦いが終わったタイミングで変わっていくのかっていうところで、やはり気になっていったりするところではあるわけなんですが、闇に関してはねやはり今後のクローバー王国に必要っていうふうにやはり思うので、そう考えると今回の戦いでは闇とバンジャースに関しては救出されるんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですよね。でも誰かしらがねなんか亡くなってしまいそうな感じはするので、それが誰なのかっていうところでもねやはり心配なところではありますけど、いろいろとねちょっと危なそうな人物はいるわけじゃないですか。闇とバンジャースに関してもね助かるやろうっていうふうには思ってるけど、実際のところは危ないわけなんですよね。今回のねナハトのセリフでもありましたけど、無理やりアンチ魔法で壊してもいいけど、それやったら闇とバンジャースの命が危ないっていうところもあるわけじゃないですか。でこれでほんまにねダークトライドを普通に倒したら無事に終わるのかっていうところも気になりますよね。それも多分無理やり解除したことになるので、それによって闇とバンジャンスに何らかのダメージがいくっていう可能性はないのかっていうふうにちょっと心配になったりとか、もうそもそもねこの儀式の媒体となってるっていうのがあるので、相当なねダメージを受けてそうな感じがするので、この2人が無事なのかっていうところでちょっと心配なところではありますが、このね闇という人物ですよ、やはりクローバー国に今後重要になってくる、そしてユリウスやアスタが目指していく国づくりにはこの黒の防御団がかなり重要な鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけなんですよね。はい、ということでね今回は今後のブラッククローバーに黒の防御団と闇スケヒロという存在がとても重要になるのではないのかということについてお話をしました。ぜひねこれについて何か思ってくれましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。切り開くんだってそれとなく溢れる情熱を